ミラクル。ミラクルですね、今日はね。今日はミラクルです。お互い知らないっていう。一学なんで。間に入ると分かる。僕らは、ちょっと間だから、僕は分かんないですけど。知ってると思うけどね、1個下だったら、ね。1個下だったら分かるはず。そんなに変わってない。何だか思い出してきたの。ここ何しよう。昔ライブやったね、一緒に。ライブは一緒に違うはずよ。そうね。うん、一日違いなの。ただあの困った後輩じゃないの。ちょっとあの印象が薄いかもしれない。困った後輩。ちょっと俺でも学校が違うからあんな困ったとか。一回説教された後輩もね。誰とは言わんけど。それやったら多分覚えてるはず。あいつ。あいつってことだ、あの子。わ。Oh,
たいなね、後輩後輩と、ね、どうしたらいいんだろうっていうね、1個下、2個下、2つ上、ね、やっと動きます、え、やっと動きます、似合ってきた、ぼちぼち化粧ドロドロなんだね、そこまで、まあでもありがたいですよね、こうやってね、はい、昔のね、あの、まあ、やっぱこの辺が女の子ですかね、うちの後輩とか全然来ないですもんね、まあ来てもね、あれですけどね、面倒くさいですね、うん、そう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 、そうそう来られてもらうっていうですね、まあまあでもね、女の子、まあ女の子っていう年でもないかもしれないですけど、うわでも僕らにとったらやっぱり後輩は後輩、ね、そう、先輩は先輩、はい、ミラクルラブという曲を聴いていただきました。第4水曜日がやってまいりましてね、第4水曜日、ガラクジンでは毎週水曜日にね、このようなアコースティックライブを行っているわけなんですけども、第4水曜日は我々の担当ということで、そして先月のね、7月で、我々がこのレギュラーを持たせていただいて丸3年ということになりました。ありがとうございます。はい、ついにね、この間のことのように思うんですけどもね、こう毎月毎月こうなんかこう煽られるような感じで、煽られる、うん、いやまたライブか、さすが、さすが後輩、後輩、まあ、怒られますからね、現状的にはああいうことやらないとね、ちゃんと申し訳ございません、そうピリピリするように、申し訳ございません。で、まあ、4年目に、ね、入ったわけなんですけどもね、またこうやって、まあ、平日でね、特に今日なんて、ね、お天気も悪い中でね、そうですよ、ひどかったですよ、今日の朝の雨はね、もうびっしょびしょになってね、で、まあ、服はね、結構体温ですぐ乾くんですけど、ね、靴と靴下がね、もうね、ぐっちゃぐちゃでね、もう一日気持ち悪い思いをしました、ね。でしょうね、もうそんなこと言ってられないですけどね、もうぐっちぐちぐちぐちもう歩くたびにね、言ってましたけど、なんとか今宵のこのライブまでたどり着くことができました。いつものように8時から1時、そして今日なんか時計が調子悪いのがピカ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 してますけどね、あの時間は合っているそうですね、8時から1部、そして、若干休憩いただきまして9時から2部ということなんですけどもね、ちょっとあの時間的にね遅くなるかもしれないですけども、まあ、できれば最後までのお付き合いになればありがたいかなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。Thank you.
ちょっと一部はしっとり系の曲が多いです。ちょっと多なんですよね。はい。あのね、先月のね動画を、ちょっと見てるとね、僕が MC で、今日梅雨が明けましたってことを言ってましたね。ちょうどそうですね。だからそう考えると1ヶ月ね、短いのでいろんなことがあるんだなというふうに、ね、思いますけどもね、あれから本格的な、ね、夏が来て、本当37度8度、ね、厳しい、夏が来ましたけどもね、もういよいよその夏も終わろうとしているという。なんかこう、ね、夏が終わると物悲しい気分になるのは何ですかね、あれは。やっぱり子供の子。悲しい。何も思わないですよ、あなた。うん、冬が好きだから。ああ、もうすぐ冬が来るからっていう。ああ、そう。あ、いや、まあ、苦手って、いや、それきついですよ、暑いのはね。きついんですけども、なんかやっぱりね、夏が終わってしまうと、ちょっと寂しいなっていうね、うん、気がね、ちょっとするんですけどね。あんまり同意する人がいない。ごめん。いや、そうよ。夏終わるな。そうそうそう。なんかすごい付き合っていただいてる。いや、ほんまにそう。いい方なんで、もう何でも、いい人だからなって、ね。あんまりやね。夏が終わるの悲しい。まあ、でもそんな。夏ね、いろいろ。ちゅうか、夏しか生きてないぐらい。夏しか生きてない。夏しか元気がないぐらい夏が好き。仲間です。仲間じゃない、見てないです。今が物語ってるよね。そう。もう今、あの、もう明け終わりぐらい。ちょっとしっとりしてる。いや、もうスズムシ泣き出したら悲しくなる。え？スズムシが泣き出すと悲しくなる。もう今年も終わりやとか言うてるもん。あ、今年も終わり。あ、いや、でもね、なんか本当に、まあまあ、一気に終わってしまう感じ。まあまあ、分からなくはないんだけれども。車乗ってでもね、もう赤トンボがぶつかってきて、すごいんですよ、もう。いや、見ます、はいはい、こういうお商売してるから見ないでしょ、一瞬そんな言い方では、何の関係もないです。あのねのねあのねのね引き出すから、そんなに言うから。レアネーム、10月、ドーバー第5週が決まりました。おめでとうございます。ね、よかったですね。頑張れ。あっという間にね、やってきますけどもね。本当にね、ネタを、うん、まあ、バラバラして、ね、またやってください。優しい私を思い
接率が高いですね。うん、ね、はい。カップル率。カップル。アレクリスって笑っちゃう。ね、あの愛してるってね言ってあげてくださいね。あの言える時にね。ぶち壊し死んだら言われへんで、死んだら言われへんで、でもねすごいですね、皆さんこう音楽でねこうつながってね結婚された方ばかりでね、そう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 、見事に、でしかもそのまあある意味歴史的には浅いですお散歩ですよね。あ、そうか、浅いって言ったらなんか失礼ない、いや本当そうですよ ね、 そのね、うん、ね、浅くてよかった、浅くなくて、うん、臭くなくて運命的な ね、 ね、いいですね、運命的なね、ケイちゃんほら自分に関係ない話やから共感とかがない、ふったはいいけど、ふくらふくら大丈夫やって、ふったはいいけど、ふくらの編集あ、よかったですね、はい、いや、いいと思ってますね、本当にね、そういうとこいいよね、ええ曲をいっぱい書くんですよ、うん、ね、そう、女心分かってるはずなんですよね、はい、では、はい、はい、あ、私、あ、ギターソロ弾きますか、じゃあ、もう、私そういうことソロ言うほどのもんじゃないから、これね、圧をすぐかけるわけですよ、そろそろ、そろそろ、ちょっとマスターが盛り上げてくれました、you、yes.
相変わらず。だからね、後輩にいいところに行かないといけない。はい。でもね、基本的に早く、ね、来てくれて、ね、うん、うん、お筋まで巻き込んで妹も連れてきて、あ、妹さんもね、去年ね、もらいましたね、うん、なんかね、こう動揺しながら踊りまくってましたね。そうです、去年はね、あの5月にあのキムちゃん来てくれた時にね、初めてこのガラクユーシでね、我々バンドもやってるんですけど、ね、バンドも含めてワンマンライブをねやらせていただいたんですけども、あの今月の10日にね、ミッドサマーナイトというねイベントをやらせていただきまして、おかげさまでね、大盛況に終わりました。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、本当にね、まあ、3年やってるわけなんですけど、3年の間にね、いろんな方、まあ、特にドラマの、まあ、興味ないですけど、ラモさんという方はね、ここで知り合ってね、またいろんな音楽仲間、まあ、セッションしたりとか、いろんな方々と知り合ってね、そんな方々がたくさんね来ていただいて、本当にまあ3年間やってて、まあ、早かったけど、やっぱり考えてみたらいろんなことがあったんだな、それが歴史だったのかなというふうに思いますね。こうやって平日にもかかわらずね、いつもいつもね、誰かしら来てくれるんですね、これね、うん、と、うん、まあ、誰かしら来てくれて、こんなたくさんの方がね、いつも来ていただいて、本当ありがたいと思うんですけども、そんな感じで、毎月毎月やらせていただいておりますけども、次の曲で、一部最後ということになりますね。そうです、ずっと知ってるんですけど、キーがいい、ずっといいなんて、なんかソロがずっと同じような感じになって、なんかいいのかな、いいの、いいでいいのよ。なんか、思った、なんか滑ってるみたいな、滑ってるわ。あ、今日、あやちゃんいないのか、これ。そうなんだよ、うん、セクシーでしょ、かわいいセクシー。では行きましょう。はい、アイのグラバー相川でした。ありがとうございます。ワン、ツー、ワン、ツー。Yeah.
ありがとうございます。